はい、ハンマケの本家のハンマ岩先生です。人間はね、知能が非常に低いわけですよね。義務教育も、テレパシーでカンニングしてじゃないと卒業できないですよ。大学もそうだし、博士号だろうと何だろうとね、自分一人で覚えられないんですね、私と違ってね。それでね、団体でね、で、いつも頭聞いてね、仲間から聞いて動くんですけども、団体いつも呼び出すっていうのは、人間みんな大変なわけですよ。大変な人件費かかるわけですね。で、ただ私と同等の知識ね、私一人で考えたことだけども、人間が私と話すときにね、同等じゃないと意味がないでしょ。だから当然人間たちはちゃんと人間たちの仲間団体1億人とかね、集めてそこのところにストップするわけですよ。1億人もですよ。それで私と対等に話をしてね、知識情報同士の交換ですからね、対等じゃないとただにならないわけですよ、お互いの話はね、よしあしとかね。それでそれはそうなんだけども、その本人ね、話す本人は単なる代表であってね、同等に話してるけども、団体でしょ、全体の価値は同じなわけだからね、取り分は関係ないわけですよ。私もね、知識高いですから、一人で1億人以上の知識持ってますからね、一人で話せるわけですよ。だから人間たちは誰もできないんですよ。一人で話聞いたりすることもできないんですよね。だから団体だけなんですよね。だからといって、その本人は単なるね、バカでしょ。取り分その本人にたくさん、私と話取り引きしたのはその全体になるわけでしょ。その本人ね、あなたが話してくれて、代表仲間呼んでくれたって言ったって、対等であるだけだ、あるよということだけで。取り分は私は1億人以上なわけですよ。だけどその本人はその1億分の1なんですよ、話してくれてるけど、それでなぜ威張るんですかって。全体で威張るのはいいですね。威張るってんじゃなくて、威張らなくて対等だというようなことでね、としていいわけですけども、代表になって、1億人の頭使って話してくれたったって、取り分ってその1億分の1でしょう。代表で直接接してくれたから、1億人の半分ぐらいは認め、ちょっと普通よりちょっとだけは取り分多くてもいいと思うんですよね。大事な話の生活の情報ですからね。そうなんですよね。で、そもそもこの YouTube でみんな人間たちって話したり聞いたりするできないのに、何ですかって。私に話し方を教わらないければ話せないんですよ、誰も。で、あまり意味ある話は間違いが出るんで、そういう話はやめさせてるわけですね。でたらめになるから、YouTube で。だから、意味ないようなことで、人を動かさないような話だけにしてくださいよと。私だけは意味ある子が当然、質高いんでいいんだけど、細かいことも話して聞いていいんだけど、人間たちの場合は話したり聞いたりできないから、単独ではね。それで、私の頭聞いてじゃないと話誰もできませんから、人間。だけども、後々見れば全部間違いになりますよ。ただその時だけですよ。一時なんかそう思うだけで、実際意味ない話になりますよ。当然ですよ。大体そんなの情報を教えられませんからね、人間にね、私が全員にね、話し方とか、全部聞いてるわけじゃないからね。相対的に聞いてるだけでしょ、テレパシーでね。それでアクセスして使用料食ってるわけですよ。あと全部90%を私の方にお金回さないといけないんですよね。90%以上。そのアクセス料ね。なんせ私が話し方を聞いて、盗んだりして聞いたりとか、ほとんど多いですけどね。それで話ができてるわけですから。その話をさせることをね、
脳波だけ聞いてズルしてね。で、まあ今の私の YouTube アクセスもね、3億円年間入るからって全員アクセスしないとかね、やってますから、私の家賃収入のアパートもそうですよ。他の人は入るのに私のだけね、同じ施設で入らないっていう、こういうことするんですよね。YouTuber も同じでね、人を見て、やるんですよ。そうやってね、脅して盗んだりするわけですね。だから家賃収入でやったら、殺されちゃいますよ。人間たちの盗みの、盗みますからね。誰も入んないで脅してね、生活できなくされちゃいますからね。だからそういうふうに力関係で別に仕事持ってないといけないわけですよね。で、人間たちも同じだけどね。で、そんな簡単なことじゃない。YouTuber だけで食ってきてもそうですよ。だけども、90%はみんなの、ね、広告料を90%全員からもらわないといけないわけですよ。それ盗んでるわけですよ。人間話したり聞いたりすることできませんから、私の頭から聞いて話してるわけですよ。ほとんど全部そうですね。テレパシーで聞いてるんです、ズルして。一日中私の頭を聞いてる、人間はね、賢くなれるからっていうことでね。そういうことなんでね、ひどいですね。で、パソコンの発明者でも世界一なんだけど、一番目なんだけど、多くいますけどね、パソコンの発明者はね、一番なんですよ。で、マイクロソフトの会社も、ビル・ゲイツが創業者だけど、本当の創業者って彼よりか上は私なんですよ。アマゾンさんもそうですよ。長者番付で1位になってますけども、パソコンの発明でインターネットで注文できるようにした、ね、作った一番で、結局彼よりか、ね、長者番付1位ですけど、私の方が億万長者なんですよ。ね、本当全部、もっと払わないといけないんですよ、別にね。全部人間たちに盗む。